大門みきし君。大門です。総理はデジタル戦略を進めようとされておりますけれども、税制で言いますと、グーグルやフェイスブックなど、国境を越えてですね、事業展開をする巨大 IT 企業に課税しようと、課税すると、いわゆるデジタル課税が、これは国際的にも課題となっております。デジタル課税について、総理のご見解をお聞きしたいと思います。菅総理大臣。デジタルの技術を使って、国際的に活動する多国籍、今、企業に対して、支店、工場等の拠点を持たずに、インターネット等を通じて活動する企業に対する、まずは課税の見直し、さらに税率が低い国を利用した租税回避の防止は、公平な競争条件を確保するために、ここは重要だという認識を持っています。このため OECD や G20、ここを中心に議論を行い、本年半ばまでには、国際的な合意の取りまとめを目指しております。そして我が国も、こうした議論に積極的に参加しているところです。大門みきし君。はい、ありがとうございます。せっかくなんで、総理のそのデジタル戦略に関連して、ちょっとお聞きしたいんですけど、ハンコをなくせ、できるだけ紙をなくせというのがありますけれども、総理のお考えになっているデジタル戦略というのは、この世の中すべてのですね、書面、紙の契約、こういうものをなくせと、デジタルオンラインしろと。いうようなことを求めておられると思いませんが、要するに申し上げたいのはですね、デジタルオンライン化できるものはすればいいと思うんですけれど、どうしてもそれにそぐわないもの、ただ安全に関するものとかですね、あるいは消費者保護とか、紙だからいろいろ防いできたというようなものもあると思うんですよね。そういうものはやっぱりきちっと、安全性や消費者保護という観点は貫いていくべきじゃないかと、何でも紙とか何でもハンコなくていいというのとちょっと違う分野があるんでね、その辺については慎重にすべきだと思いますが、総理の考えを伺いたいと思います。菅総理大臣。誰もがこのデジタルの恩恵を最大限受けることができる世界に遜色のないデジタル社会の形成にあたっては、国民が安全安心で暮らせる社会の実現が、これ、大前提だというふうに考えています。技術的に対応可能なすべての契約書面のデジタル化を進めていますが、書面での手続きの廃止を求めているものではありません。今般のデジタル改革関連法案においても、押印、書面の見直しを図り、デジタルによる手続きを可能にする一方で、例えば、保険契約における契約条件の変更の通知は、消費者保護の観点等から配慮を要する手続きについては、デジタル化の対象とはしない、そうしたことをしっかり対応しながら、そうしたことを考えながら、対応していきたいというふうに思います。大門みきし君。おっしゃる通りだと思うんですけれど、実はですね、今、今国この国会にですね、特定商取引法、特商法の改正案が提出されております。これから衆議院で審議なんですけれども、この特定商取引法というのは、トラブルの多い訪問販売等々、そういう商取引から消費者を守るための法律でございます。で、改正案そのものは全体いい改正で、みんな賛成ということなんですが、ただ急遽ですね、その総理が号令かけられたデジタル化戦略をちょっと勘違いしたい人がいるのか分かりませんが、今の総理のおっしゃったことと違って、この特定商取引法、特商法で今まで、やっぱ危ない世界なんで、書面での契約っていうのを義務づけてきたんですよね。ところがですね、今後は本人の同意があれば、オンラインデジタル化でやれるような改正案が入っちゃってるんですね。
で、私はジャパンライフ問題というのをずっとやってきましたけど、本人の同意というのは、この騙されるときはもう関係ないんですよね、もう本人の同意取って騙してるんですね。だから本人の同意取ればというのは、なんていうか、歯止めにならないんです、この消費者問題というのは、お年寄りの被害なんかそうですね。で、それはオンライン、ボタン一つ、ワンクリックで、やると、しかも契約書はパソコンかスマホの中のブラックボックスに入ってしまうと、そうなると、大変心配だということで、例えば私がいろんな相談を乗ってきたジャパンライフで言いますと、大体お年寄りなんですよね。で、横に若いジャパンライフの社員が座って、おじいちゃん、おばあちゃんに一応契約書ね、読んでと、で、代わりに読んであげようかと、で、ハンコ出してきてと言って、その時に、ちょっと待ってねと、息子に聞いてからにするわねとかですね、これちょっとワンクッションあるんですね、その、紙とか契約書とか、ハンコの世界ですね。ところが、あの時にオンライン化 OK ってなったら、ジャパンライフの社員はおそらく、一緒にクリックをしてあげてね、次チェックしたらいいのよってやって、もポンポンポンと行ってしまうと。したがってですね、まず入り口での波動、入り口でいろいろ考える時間、ためらう時間がデジタル化によって、なくなってしまうんじゃないかと。これ、現場の相談を受けた相談員の方々から、そういう声がいっぱい出ておりますし、で、被害が発見するのも、家族が発見するんですよ、大抵。本人、いいと思ってやってたりするわけですね。とは、お金がどんどんなくなっていくと。なんでなくなってんだろうと。で、娘さんがね、お父さんに、おじいちゃんに、なんでこんなお金減ってんのと。で、いや、わかんない。聞いてみたら、タンスの中に契約書があって、これ何の契約書ってことで、娘さんが電話して、消費者センターに電話して、発覚していくと。ということで、契約書を見て、あ、これだなという気がつく場面があるんですね。ところがブラックボックスになっちゃいますと、パソコンとかスマホに入っちゃいますと、お金減ってる理由はわからないと、本人も言わないと、いいことやってると思って、もうね、黙ってるというようなことで、発見が遅れるというのがあるわけですね。したがって、この特定商取引法の特徴の世界ではですね、やっぱ書面交付義務ってわざわざつけたのは、そういう歯止めにいろいろなるからなんですけど、それをですね、今回、先ほど申し上げたように、デジタルでいいと、書面をじゃなくてもいいというふうな改正案が入ってきたんですね。で、これで消費者団体、弁護士会、消費者相談員協会、もうみんながもうものすごい今、反対の声が起きていて、大変な事態になっているんです。で、これは総理はそんなことを思って、デジタル化進めてくれと、ね、おっしゃったわけではないと思うんですけれど、ちょっとよく分かりませんが、新任の消費者担当大臣が、全体がもうデジタル化だと言うんで、もうやれというふうにご指示されたのかどうか分かりませんけれども、ちょっと総理が思ってらっしゃる、先ほどご答弁いただいたことと違うことがですね、今、現場でわーっとなってるということなんです、このこと、総理、ご存知でしたか。菅総理大臣。私に正直、承知してませんでした。ただ当然、まあ、本人の同意、それと歯止めだとか、そういういろんなことがあるんだろうと思います。いずれにしろ、今、ご指摘をいただきましたので、そこについては、ちょっと考えさせて、検討させていただきたい、こう思います。大門みきし君。ありがとうございます。ぜひ担当大臣にですね、本当のデジタル化戦略の意味をですね、伝えて、言って、もう現場はちょっとこれ、もう大変な事態になってるんで、せっかく何年ぶりのいい改正案が、この点でもう全部、ね、もう賛成だった人はみんな反対回ろうかというような大変な事態になってるんで、デジタル化戦略とはこういうものではないということを、よく担当大臣にですね、話を聞いて、正すところは正していただきたいなというふうに思います。ご要望しておきます。で、もう一つお聞きしたいのはですね、付与税でございます。これはもう麻生大臣とは何回も議論してきたことなんで、予算委員会で一度、菅総理ともお話をいたしましたけれど、まあ、格差が広がっているということもございまして、世界ではアメリカもイギリスも富裕層に増税していこうということがこう動きになっています。で、今までのご答弁は、いや、日本も金融所得課税ですね、
かつて 10% だったものを 20% に上げましたというふうに繰り返しおっしゃるんですけど、もう何年も経つわけですね。で最初 10% の時も低すぎるということで、特別措置だから低すぎるというので、本則に戻すべきだということを何度も何度も、もう大臣大臣の時からですね、もう何度も何度も、塩川さんの時からですね、もうずっと議論してきて、やっと引き上げられたと。でそれからまた何年も経って、格差も広がってるから、やってきましたということよりも、これから上げるべきだと、今上げるべきだということを、繰り返しですね、我が党だけではありませんけれど、お話をしているわけですけど、今回には、今回の税制改正には入っておりませんが、やはり富裕層がもういっぺんに今ね、資産増やしておりますんで、やはりこのままじゃなくって、やっぱり負担、能力ありますから、もう少し負担をしていただくというような方向で、次に向けて検討をしてほしいと思いますが、総理、いかがでしょうか。菅総理大臣。私も前回、答弁させていただいたこととほぼ同じ答弁に、これ、当然なるわけでありますけれども、所得再分配というのは、まさに税制の持つ重要な機能の一つであり、富裕層の方々に応分のご負担をいただくことは、ここは重要であると考えています。ただ、税制によるこの再分配機能の回復を図るために、これまでも先ほど言われました所得税については、最高税率の引き上げだったとか、あるいは金融所得にかかる税率の引き上げ、こうしたものを行ってきました。また相続税についても最高税率の引き上げ、これも行ってきています。今後の税制の在り方については、所得格差や資産格差の状況を含めて、経済社会情勢の変化を丁寧に見極めた上で検討をしていきたい、こういうふうに思います。大門みきし君、はい。ありがとうございます。もう一問だけせっかくですから、中小企業に対するですね、いくつかの税制あるんですけれど、今回従来からやってきた部分を、ちょっとそぎ落として、これから M&A も含めて、いろいろ展開するところにちょっとシフトしてるんですけど、やっぱりコロナ禍ですから、まず今、生き延びてもらうというふうな、やっぱり従来やっていた中小企業向けの税制もですね、やっぱり手厚くしていく、そしてもちろん、次のことも考えていくという点が必要かと思うんですけれど、それは予算委員会でも議論させてもらいましたが、やっぱり中小企業、ただ大きくなればいいってもんじゃなくって、小さくても技術を持ってですね、頑張って、別に大きくならなくてもいいと、小さい方がやりやすいという企業もあるわけですから、ただ大きくする方向で、税の支援をするだけじゃなくって、全体を見てですね、中小企業税制というのはお考えいただきたいと思いますが、一言総理からいただければと思います。菅総理大臣。やはり中小企業税制、その形でなくてですね、やはり足腰を強くして、これは生き延びていく、そうした中小企業を作る、ここも当然大事なことだと思っています。いずれにしろそうしたことの中で、中小企業もやはりしっかりしなきゃならないということは全く変わってませんので、そうした中で、合併小企業になることだけでなくて、やはり足腰を強く、また柔軟に生き抜くことのできる、そうした中小企業を目指すべきだと思っています。大門みきし君、はい。以上で終わります。ありがとうございました。渡辺芳美。